さあ今日はマフラーでおなじみカプリストの本社に来ております。これからとてつもない工場見学をお届けしたいと思います。行ってきます。というわけで約3年ぶり2年半ぶりぐらいにカプリストオートモーティブゲームベハー、こちらの中をちょっと、まあ以前も紹介させていただいてるんですけど、今回改めて僕も3年前よりかは多少知識もアップしてると思いますのでお届けしたいと思います。ちなみに案内してくれるのは、広報のマルコさん。でかい建物が、こんなの見れるのは多分ないんじゃないかなと。ハロー、ハロー。すごい久しぶりに来たけど、カプリストは全部自社で一貫して生産してるんで、大量にこのステンレスのパイプもこの規模で、もうなんか自動車メーカーのマフラー工場みたいな、そんな感じの規模でやってます。すごい、まあ、その耐熱の温度だとか耐食性に合わせていろんな品番のもので用意してあるみたいです。まあ、すごく分かりやすいところで言うと400番なんかだと結構安価だけど、ちょっと腐食性が弱かったり逆に加工がしやすかったり。そしてこの機材ももう半端じゃない。もう切るのから曲げるのから膨らましたりパイプをこう縮めたりするものもすごくたくさんこの規模であります。だちょっと日本でいうところのマフラーブランドとかとちょっと雰囲気が違うのはお分かりいただけるんじゃないかなと思います。プレスもこの規模でいろいろあったりとか、もう本当になんか日本でいうところのメーカーに近い感じ、純正のなんかマフラー作ってますみたいな、そんな感じの規模で、だこの高く積み上がった、まあ、マフラー加工済みのやつですね。これがこの奥で組み立てられていくんだと思います。でこの辺がベンダー曲げる機械、今職人さんが全部細かく、だこれ設備投資の規模が半端じゃないよ。多分日本でアフターメーカーのマフラーでも多分数少ないんじゃないかなって、この規模でやってるところ。ちなみにちょっと以前も紹介してますけど、カプリストオートモーティブはランボルギーニのパートナーシップ、結んでますんで、ウラカンのトロフェオカGT3 の車両に純正供給してて、まあ、リアバンパーにカプリストのステッカーが貼ってあったりします。まあ、純正マフラーとかは結構そのベンダーでちゃんと曲げてとかってあるけど、基本的に車外のマフラーって輪切りにしたのを全部溶接してこう R を作ったりっていうのがほとんどだと思うんですけど、まあ、多分それぞれ良し悪しはあると思うんですけど、まあ、最小限パーツ構成で加工ができるという、まあ、この辺はだからメーカー級の設備がないとできないところなので、まあ、それはこのカプリストの強みなんじゃないかな。あ、すごいこれ、中だから潰れないように芯が入ってて、それ外側から押さえてもう全部プログラム通りにマフラーが、だからあれだけほぼ90度に曲げてもパイプが歪まない。だもちろんその溶接の輪切りのやつであるだけにしてんじゃないから、結局中がその溶接ちゃんとできてるかどうかの心配もないし、排気のその抵抗に関しても全部スムーズに抜けるような、すごいグレイト。こっちはこっちで斜めにカットする。でちなみに年間これで
マフラー、まあ、小さいものも含めて1500台分ぐらい出荷されてるそうです。だちょっと本当にマフラー屋さんって日本でいうと、のとちょっとこのカプリストを表現するのにマフラー屋さんっていうのはちょっとあのかなり差があるというかイメージが違ってくる。でこの辺ももう全部4号橋とかのパースかな、加工途中のやつが大量に 512TR、CLS、E63 もう天井まで高く積み上げられてます。4パッパーのこれパーツ、ドイツ語なんて分かりません、リンクス、すごい、サンニッパーとかもモデナーとかの。でこっちが全部ジグ、まあ、要はそのパイプ加工をするためのベースとなる土台っすね。まあ、これがあることによって、まあ、原車がなくても同じものを大量に生産できるような仕組みが整ってるみたいです。だいちいち車で合わせなくてもこのジグに合わせれば、あ、これ裏カノなんだ。これしかもこれがレーザーカッターで抜いてある、かっこいい。次溶接の工程を見せてくれるみたい。これポリッシュ済みのやつ。いや、これから、ね、あ、ポリッシュ待ちのやつなんだ。いや、あ、だから溶接焼けがまだあるんだ。はい、これちょっとポリッシュの工程で説明したいと思います。This is for example Aventador Lamborghini S4G. Yeah? あ、これウルスのやつ。Yeah. ウルスのやつみたいです。全部こうやってジグにセットして、これから溶接されていくみたいです。職人さんが全部一つ一つこの太鼓とパイプをつないでいくと。わ、すげえ。これ前回あれじゃない、なかったんじゃない、あったかな。This is for a new develop of Ferrari Roma front spoiler. あ、ローマのフロントスポイラーなんですね。これレーザーカッターのマシンになるみたいです。これはこういう細かいパーツが全部レーザーカッターで加工されて、そして奥の の巨大なやつも金属の加工のやつですね。わ、これレーザーカッターに抜いたやつか。355、355のどの部品なのか分かんないけど、あ、ステーか。すげえ、これ太鼓の後ろのとこかな。とにかくもう本当に細部にわたるまで全部自社で完結してる感じです。これはプレスで加工して、この形状リブも入れてカプリストのロゴが入ってると。だこのリブもこれ入れることでちゃんとその強度が確保できるような設計になってる。だこれ他のマフラーメーカーでも結構純正なんかだとこのリブが入ってたりとかするんで、そういうことになる。あれ、この機械も前なかったよね。ヒートプロテクション その外側の部分と内側のその加工も全部専用の機械でカッティングして作ってるみたいです。ああ、あそこにカメラがついてて、あそこでディテールを全部監視してクオリティコントロールがなされてるみたいです。全部この型通りに切ったこのヒートプロテクションを女性の職人さんが縫って、このリベットみたいなボタンみたいなのを止めて製品化してる。430かのマニホールドごっそりをヒートプロテクション、これ全部ボタンも自社でくっつけて、え、すごい。あ、これにこれが入ってるのね、中にこの中身がこれが入ってるみたいです。ちょっとグラスウールなんであんまり触るとあれですけど、もちろんその車外のマフラーにするとその熱害だったりとかっていう可能性も出てくるんで、そういったものまで全部計算されてこちらでやってると。で奥でミシンが終わったりとか、でも全てにおけるその工程が全部自社でやられてるんで、まあ、非常にクオリティもコントロールされてますし、まあ、非常にクオリティも高い商品が作られてます。
でこっちでは女性の職人さんがカーボンパーツの張り込み、ドライカーボンなんでこのベースに張り込むっていう作業をしてます。さっきの下で見たアルミニウムの型にこのカーボンファイバーを張り込んで、まあ、これからオートクレーブで焼いたやつなの。型これ、あ、型か、そっか、これはまず型っすね。カーボンがもうペタペタ貼ってあるだけなんで、ここにもう1枚貼って抜くと。でこれ以前見せてもらった通り、やっぱり女性の方がこういう細かいのは女性の方が得意っていうのは世界共通なんですかね。はい。For example, this is a diffuser from RS5。 あ、これ RS5 のリアディフューザーみたいです。そう、そしてこのピンク色の袋で真空引きして、これから見ていただく釜に入るという。だからこれもカーボンの目があるから適当に張り合いっていうもんじゃなくて、丁寧な仕事で張っていく。だからこれグニャッとかって伸ばしちゃうと結局カーボンの目が曲がっちゃうんで、丁寧にやり込んでいく。やっぱり女性の仕事です。はい、僕にはできません。さあ、やってまいりました。うん、あ、ローマって書いてある。これがアルミのそのカーボンをプレスする型ですね。大きなパーツも抜けるという。あ、こっちもだからもうバンパーとか丸ごとドライカーボンが作れるサイズなんです。そしてやってまいりました、オートクレーブ。でかい、もう本当にタンクローリーの後ろのタンクみたいな、そのぐらいのサイズ感。これちなみにいくらぐらい？ But I have to show you that. 後でちゃんと調べる。多分あのとんでもない金額、多分億円とかそういう規模の設備だから、多分ちっちゃいオートクレーブって割と、まあ、そんなにはないと思うんですけど、そんなにこうすごく珍しい存在じゃないと思うんですけど、それこそ本当にあの車のフレームまで作れるぐらいのこのサイズのオートクレーブっていうのはなかなか持ってるところも少ないんじゃないかなと。でそこでさっき見てもらった張り込んだカーボンパーツをこんな感じで真空引きして、中で高温高圧をかけて精製すると。でこれドライカーボンってそのエポキシ系の樹脂を染み込ませたそのシートを張り込んでるんで、まあ、それがこの釜に入って高温高圧かかることによって硬化すると、であの強度になってる。なかなかこのサイズを作れるメーカーっていうのは多分限られてくるんじゃないかなと。それこそフルバンパーとかも余裕でできちゃうという。この辺もだからカーボンパーツの組み立てるジグかな。このリアのフェラーリの、ちょっとモデルわかんないですけど、リアのあのパカパカついてるディフューザーだと思います。This is the rear bumper of Ferrari Pista. あ、これ Pista のリアバンパーなんだ。軽い。これめっちゃ軽い。軽い。やばい。結構 Pista とかってさ、熱い、プラスチック熱いから重たいんだよね。むちゃくちゃ軽いこれ。すげえ。そしてめちゃくちゃ硬い。すごい。これやばいね。 For example, you can make a detail. 本当に子供でも片手で持てるぐらいの軽さ。今、なるほど、硬化剤を塗って専用の接着剤で網がつけられてる。 あ、なるほどなるほど。Here's the final step in the polishing room. あ、ここ最後ポリシングしてるんだ。全部このカーボンパーツのポリッシングをここでしてるみたいです。 Mirror caps for 488。 そしてご覧ください、ちゃんと E マークもついてます。はい、ヨーロッパって基本的にこの E マークきちんとした認証を取ってるものじゃないとアフターマーケットで、まあ、堂々と販売できないんですけど、ちゃんと E マークもついてますんで、まあ、製品的にも安心して使っていただけると。だ結構 E マークっていうとマフラーのイメージ多いと思うんですけど、まあ、全てのその改造品がこの E マーク適合するようになってるみたいです。
そして中では何かの多分丸いエンドなんで RS 系かなのリアディフューザー。The rear diffuser for the newest R8 model. ああ、やっぱり R8 だ。You can take it from front. It's better. You can go. 職人さんが今コンパウンドで全部磨いてるという。Come for me. Thank you. わわすごい。このご覧ください。このパーツ点数。すごい。全部磨き上げてやってるみたいです。すごい。あ、このスペチのリアディフューザー、これもカプリストのロゴがしっかり入ってて、純正のパカパカも全部動くようになってるという。へえ。これもだから全部ドライで強度があるんで、こういったのも全部。これが適当なプラスチックとかウェットでやっちゃうと絶対割れちゃいますけど、ドライなんで、まあ、しっかりこういうステーなんかも再現できる。そしてこれからペインティングルームを見せてもらえるみたいです。でカプリストの場合はあのパウダーペイントって言って、その粉体塗装、粉を吹きつけて焼く塗装と、まあ、普通のウェットペイントっていうか、これ急急に GT3 じゃん、やばすげえちょっとこれ見たいけど